夢十夜。夏目漱石。第七夜。何でも大きな船に乗っている。この船が毎日毎夜少しの絶え間なく黒い煙を吐いて波を切って進んでいく。すさまじい音である。けれどもどこへ行くんだかわからない。ただ波の底から焼け火橋のような太陽が出る。それが高い帆柱の真上まで来てしばらくかかっているかと思うと、いつの間にか大きな船を追い越して先へ行ってしまう。そうしてしまいには焼け火橋のようにジュッと言ってまた波の底に沈んでゆく。そのたんびに青い波が遠くの向こうで周防の色に湧き返る。すると船はすさまじい音を立ててその後を追っかけてゆく。けれども決して追いつかない。あるとき自分は船の男をつらまえて聞いてみた。この船は西へ行くんですか？船の男はけげんな顔をしてしばらく自分を見ていたが、やがて、なぜ？と問い返した。落ちていく火を追いかけるようだから。船の男はカラカラと笑った。そうして向こうの方へ行ってしまった。西へ行く日の、果ては東か。それはほんまか。東出る日の、お里は西か。それもほんまか。身は波の上。かじ枕、流せ、流せ、と、生やしている。へさきへ行ってみたら、水夫が大勢寄って、太い穂綱をたぐっていた。自分は大変心細くなった。いつ丘へ上がれることかわからない。そうして、どこへ行くのだか知れない。ただ、黒い煙を吐いて波を切っていくことだけは確かである。その波はすこぶる広いものであった。際限もなく青く見える。時には紫にもなった。ただ船の動く周りだけはいつでも真っ白に泡を吹いていた。自分は大変心細かった。こんな船にいるより、いっそ身を投げて死んでしまおうかと思った。乗り合いはたくさんいた。大抵は偉人のようであった。しかし、いろいろな顔をしていた。空が曇って、船が揺れたとき、一人の女が手すりに寄りかかって、しきりに泣いていた。目を拭くハンケチの色が白く見えた。しかし体にはサラサのような洋服を着ていた。この女を見たときに悲しいのは自分ばかりではないのだと気がついた。ある晩、甲板の上に出て一人で星を眺めていたら、一人の偉人が来て天文学を知ってるかと尋ねた。自分はつまらないから死のうとさえ思っている。天文学などを知る必要がない。黙っていた。するとその偉人が、金牛宮の頂にある七星の話をして聞かせた。そうして、
星も海もみんな神の作ったものだと言った。最後に自分に神を信仰するかと尋ねた。自分は空を見て黙っていた。ある時、サロンに入ったら、派手な衣装を着た若い女が向こう向きになってピアノを弾いていた。そのそばに背の高い立派な男が立って、唱歌を歌っている。その口が大変大きく見えた。けれども二人は、二人以外のことにはまるで頓着していない様子であった。船に乗っていることさえ忘れているようであった。自分はますますつまらなくなった。とうとう死ぬことに決心した。それである晩、あたりに人のいない自分、思い切って海の中へ飛び込んだ。ところが、自分の足が甲板を離れて、船と縁が切れたその刹那に、急に命が惜しくなった。心の底から、寄せばよかったと思った。けれども、もう遅い。自分は嫌でも王でも、海の中へ入らなければならない。ただ、大変高くできていた船と見えて、体は船を離れたけれども、足は容易に水につかない。しかし、捕まえるものがないから、次第次第に水に近づいてくる。いくら足を縮めても近づいてくる。水の色は黒かった。そのうち船は、例の通り黒い煙を吐いて通り過ぎてしまった。自分はどこへ行くんだかわからない船でも、やっぱり乗っている方がよかったと初めて悟りながら、しかもその悟りを利用することができずに、無限の後悔と恐怖とを抱いて、黒い波の方へ静かに落ちていく。